なんとか住民からは離れたが。実行者犯大盤振る舞いしすぎちゃう？しんどいわ。これからどうしよう。ソニアのことも放ってはおけないし。ソニア。ここにいましたか？貴様は、あの双子と一緒にいた。待ってください。私に戦闘の意思はありません。話をしたいだけなんです。あなたたちと。敵と世間話する趣味はねえんだよ。剣を抜くか、眉間にぶち込まれるか、さっさと選びな。確かに私は、ビジョンオーブを信じ、神の使徒の二人に組みしてきました。しかし、こんなやり方は。お願いです。どうか話を。私はこの強行を止めたいんです。キュッ、キュッキュッ！ニッキュ、その人をかばってるの？悪い人じゃないって言うてはるんやろか。キュッ、キュッ！話を聞いてあげよう。ニッキュが悪い人をかばうとは思えないよ。つまんねえ話だったらすぐぶっ放すからね。ありがとうございます。それで、俺たちに話って、一体何なの？あの巨大な執行者。あれは皆さんが思っているより、ずっと危険なものなんです。そもそも奴は一体何だ？今までとは違うようだが。あれは、フォルテとアシッドが作り出した、執行者の亜種のようなものです。亜種？いや、それより、執行者を作り出すだと。執行者とは、人々の祈りをビジョンオーブによって集約し、そこで生じたマナによって作り出されるそうです。フォルテとアシッドは、その原理を解明し、独自に研究を重ねることで、祈りで生じたマナを、別の形に変換する方法を編み出しました。普通の執行者が出来上がる手前でちょちょいと手を加えて特注品に変えたっちゅうこと？器用なことしはるんやな。あなたたちは以前にも一度戦ったことがあるはずです。罪の国の結界を破るほどの強力な執行者と。そして、あの女の子の執行者も？マキナは、フォルテとアシッドにより作り出されました。へえ。そう考えると今回は随分と悪趣味なもんが出来上がったみてえだな。もしかして失敗作？いいえ。あの巨大な執行者には、マキナ以上に恐ろしい能力が組み込まれています。あの執行者は憎悪を放つ少女をよりしろに人々の執行の祈りを吸収して成長していくのです。祈りが蓄積し、その成長が限界を迎えたら、とどまる場所を失ったマナが炸裂し、衝撃でこの街は跡形もなく消し飛ぶでしょう。なっ